はよう、さやかちゃん。おはようございます、ゆき社長。早速だけど、今日の一日のスケジュール教えてくれる？今日は少し忙しい一日ですね。午前は取引先との打ち合わせが入っていまして、午後は積もりに積もった事務作業が待っています。あら、本当に忙しい一日じゃない。さやかちゃんも今日忙しいの？私は納品関係の約束が立て込んでいまして、おそらく一日中事務所にはいませんね。そうなの。じゃあ今日は私休むから全部よろしくね。え？私今日は会社に行けないの。打ち合わせも事務所にも全部さやかちゃんがやってちょうだい。ちょっと待ってください。休むってどうかされたんですか？私一人で全ては無理ですし、打ち合わせも事務所にも調整しておきますね。何言ってるのよ。うちみたいな小さい会社が打ち合わせ延期なんて絶対にダメ。今後の取引に支障が出たらどうするのよ。それに溜まってる事務作業もそろそろ手をつけないと危ないし。でも私一人で全てなんて。打ち合わせは取引内容に関わるものなので社長の同席必須です。そんなのなんとかなるわよ。それよりも私は息子のお迎えに行かないと。早くしないとあの子が帰ってきちゃうじゃない。息子さん？もしかして社長の息子さんが帰ってくるのですか？そうなのよ。大学卒業したっきり出て行った息子の裕二が帰ってくるの。勤めていた会社の上司と大喧嘩して退職したんですって。それでご実家に帰ってくると、社長は仕事を切り上げて迎えに行くと。だって大事な跡取り息子だもの。駅前も結構街並み変わったし、迎えに行ってあげたじゃない。跡取り息子って息子の幼児が私の会社を継ぐって言ってくれたのよ。落ち着いたらうちに入社させて、その後はすぐに社長の座を譲ってあげるつもりよ。ちょっと待ってください。それじゃあ私との話が違うじゃないですか。え？社長2年前からずっと私に言ってくれていたじゃないですか。うちの会社は私に引き継がせてあげたいって。私を次の社長として育てていきたいって。まあ、そう思っていた時期もあったわね。だから私必死に頑張ったんですよ。うちみたいな小さい会社は従業員が少なくて、でも仕事量は多くて、でも私この会社をトップに立ってどんどん大きくしたいから、だからどんなに忙しくても大変でも頑張ってこれたんです。でもその時は息子も会社を継ぐ気がなかったし、その息子が今は継ぎたいって言ってるんだから仕方ないじゃない？仕方がないってそんな。期待させたのは謝るけど、こればっかりは仕方ないよね。あなたは息子が社長になった会社でナンバー2として頑張りなさい。なら超過残業分のお給料を払ってください。え？私2年前からずっと毎日残業してます。先月なんて残業200時間超えでした。あら、そんなに働かせていたの？ほぼ全て私が回しているようなものでしたからね。でも残業代はほとんど出ませんでした。なぜなら社長が会社を引き継ぐときにまとめて払うと言ったからです。そうだったかしら。そんな口約束覚えてないわね。そもそもあなたを社長にするって言ったのもただの口約束だし。すべて録音してあります。え？言った言わないの水かけ論って私大嫌いなんです。なので何かあったときはすぐに録音するようにしてるんです。こういうトラブルを避けるためにもね。録音ってそんなの卑怯よ。夢だった社長になれないのは残念ですが、今までの残業代を払ってくれるなら文句はありません。ゆき社長が誰を次の社長に選ぶのかは自由ですが、どうか支払うものはきちんと支払ってください。2年分の残業代なんてざっと600万円ですね。600万円も？どうぞお支払いよろしくお願いします。それでは今日の打ち合わせ延期のお願いをしてきますね。事務処理はやれそうならやります。では。待ちなさい。私は600万も支払わないわよ。あんたの残業は全部サービス。社長になりたくて勝手に媚び売って残業しただけでしょ。はい？もういいわ。さやかちゃん、あなたはもう会社に来なくていいわ。あなたなんてクビよクビ。私がクビですか？ええ、そうよ。勝手に家見て働いたくせに残業代よこせですって。そんな保社員は即刻クビです。ようやく息子も帰ってきたし、保険のあんたは用済みなのよ。私が保険？まさか私が本気であんたを社長に考えてると思ってたの？そんなわけないじゃない。所詮あんたは息子が帰ってくるまでのつなぎよ。つなぎ？それじゃあ初めから私を社長にするつもりはなかったってことですか？ちょっとは社長にさせるつもりはあったわよ。でもやっぱり親としては実の息子に継がせたいわよね。あんたはそれまでのつなぎ。あんたに帰ってこなかった時は譲ってあげるとかもだけど、
そうですか。私を信頼してずっと会社を任せたいって言ってくれたあの言葉は全部嘘だったんですね。私のことを実の娘のようだと言ってくれたこともあったのに。ああ、何それ。全然覚えてないんだけど。え？いろいろ不満はあるだろうけど、あんたの首は決定なの。もう用はないんだし。だったら会社から消えなさい。会社は帰ってきた息子に継がせちゃうんだからね。クソお世話になりました。え？とっとと消えろということですので、そのようにしたいと思います。今日の私の仕事すべてキャンセルしました。さようなら。いや、あの、サイコちゃん、ちょっと思い切りが良すぎるっていうか、今日の仕事分くらいはやってくれてもいいんじゃない？いえいえ、私は用済み社員ですので。え？長年自分がつなぎとしか思われていないことに気づかないような社員です。これ以上会社にいても迷惑でしょうし、今すぐ辞めます。社長と次期社長の前からとっとと消えてあげますよ。あ、いや、それはそれで助かるんだけど、ちょっと消えてよく、今すぐに辞めなくてもいいから、今月は働いてほしいっていうか。それでは長い間お世話になりました。失礼します。ちょっとさやかちゃん、ブリリアント社の納品ファイルはどこかしら？今日の取引で使うのよ。資料室の右から3つ目の棚の2段目、手前から5つ目のファイルです。え？もしそこいなかったら、資料室の左4つ目の棚の2段目、手前から3つ目のボックスですね。ああ、もうわからないわ。今すぐ会社に来てちょうだい。いやいや、私は退職者身です。部外者が会社の資料室に出入りなんてしちゃいけませんよ。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。ろくな引き継ぎもしないで消えたくせに。今すぐ消えろと言われたから消えたんですよ。必要な引き継ぎだってしてあげます。でも、退職後なので日当を支払ってくださいね。なんですって？次期社長になる息子さんに直接引き継ぎした方がいいですか？今なら日当1万円でいいですよ。誰が私の大事な息子にあんたなんか合わせるもんですか？どうせ引き継ぎだって言って、うちの息子に嫌がらせをするつもりでしょう。そんなことしませんけど。息子のユージは前の会社のせいでメンタルがボロボロなの。そんな大事な時にあんたになんて合わせられないわ。あれ？前の会社とは喧嘩別れで退職したんじゃないんですか？前の会社の社員がうちの息子を無能だってバカにしたのよ。それでユージがブチ切れたの。かわいそうに。あんなに優しい子が怒るなんてよっぽどだわ。はあ。そういうわけで、息子は今とても繊細な時なの。嫌がらせしそうなあんたに合わせないからね。別にどうでもいいんですけど、それじゃ引き継ぎも必要ないということでいいですね。今後は仕事の質問が来ても一切答えませんから。ではこれで失礼します。くれないの？これじゃ納品に間に合わないじゃない。え？あっちが間に合わないせいで工場の何も溜まってば一体何してるのよ。一体何やって？無職期間を満喫して全国現地横断の旅をしていますが。ずいぶん楽しそうなことしてるじゃない。残業月200時間の頃はできませんでしたからね。それより退職した人が発注なんてするわけないじゃないですか。仮にも社長ですよね。退職って日本語の意味わかってます？わかってるわよ。でも発注はいつもさやかちゃんの仕事だったじゃない。引き継ぎもしてないってことは退職しても発注はあなたの仕事。誰にも引き継がれてないんだから、まだあなたの仕事なのよ。いや、私以外の仕事です。え？それに、引き継ぎを拒否したのは社長です。社長が発注しないなら、次期社長の息子さんに頼んだらいいのに。いや、それは、できないですよね。息子のユージさん、結局前の会社に戻ったんですもんね。なぜそれを？面白い話なので、すぐに噂が回ってきましたよ。取引先を怒らせ、ブチ切れた上司に逆切れしたんですよね。え？それで退職をしたなら、取引先への損害賠償払えって言われて、そんなお金払えないからって会社員土下座して戻ったって聞いてます。せっかくの次期社長がいなくなってどんまいですね。絶対に私たちをバカにしてるわね。でも事情を知ってるなら話も早いわ。さやかちゃんのことをまた雇ってあげてもいいわよ。はあ、何をどうしたらそういうことになるんですか？今度こそあなたを次期社長にするって約束してあげる。だから戻ってきてくれないかしら。戻ってきてくれたら未払いの残業代600万も払うわよ。いや、残業代は払うのが当たり前ですし。っていうか、それに関しては今すぐ支払ってください。こっちはもう退職してるんですよ。まあまあ、そうせかさないで。あ、そうだ。じゃあ今なら謝罪付きで払ってあげるわ。どう？これなら戻ってきてくれるかしら。
本気でそれが交渉材料になると思ってるんですか？私がその条件で会社に戻ってくれるとでも？え、戻るに決まっているでしょ？社長が従業員に謝るなんてそうそうないわよ。ちゃんと謝罪もするし、今度こそ社長にするって約束する。だから今までの恩もあるし、戻ってきてくれるわよね。恩はありません。え？まず確認したいのですが、社長にとって給料は恩を感じる施しか何かだとでも？え、さやかちゃん？給料とは労働に対しての対価です。つまり支払って当然です。これで恩を感じろだなんておかしな話ですね。それなら、私が毎日出社してきてくれたことに恩って感じてます？え？毎日雨の中、嵐の中、台風の中出社して働いて、しかも家に帰れない日もしょっちゅうあって、これだけ働いてあげたのに、そっちこそ恩返しまだですか？そろそろ出るとこ出たっていいんですけど。ちょっと待ってよ、出るとこってそんなの困るわ。600万ですごい大金なのよ。そんなのすぐに準備できるわけないじゃない。はい、すごい大金ですよね。その気持ちすごくわかります。でもそれ、すべて私の労働の結晶ですから。あ、いや、それはその2年間会社に身を捧げた私の努力の結晶です。日頃の録音もありますし、支払い拒否するなら本気で出るとこ出ますから。え、振り込む期限は私が現着や日本一周を達成するその日までです。その間であれば一括でも分割でも構いません。ではよろしくお願いしますね。翌日、すぐに未払いの残業代600万が振り込まれていました。この軍資金のおかげで日本一周は問題なく達成できそうです。その後、前の会社に戻ったゆき社長の息子さんはまたもや会社でやらかし、今度は懲戒解雇処分。仕方なく実家の会社を継いだそうですが、ほんの2ヶ月ですでに倒産の危機を迎えているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。